川口の皆さん、こんばんは。暖かい一日でしたね。本日1ヶ月一度やってます。越谷ですね。本日月1回の活動をしております。あ、固まってしまいましたね。ありがとうございます。越谷の皆さん、イエス・キリストがあなたを愛しておられます。ここに泉は湧く、涙の過ぎる時、やがて実を結び、笑い声に満ちる。Thank you.
越谷の皆さん、こんばんは。ロボ電動ネットワークです。私は電動車の神野直樹です。一緒に今日はチラシを配り、聖書を配り、また街頭演説と、またストリートライブを通してイエス・キリストの愛を皆さんに伝えております。世界のベストセラー聖書を今お配りしておりますが、聖書はこう語ります。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。パンというのはいい食事、特に食事を総称として語っています。パンだけではなくて、ご飯もラーメンも野菜も果物も肉も必要ですよね。しかしそれだけでは人は生きていられないんだ。それは人からの愛でもあり、またやりがいであり、そこにいていいと、そういう存在感必要とされている。しかし何よりも神が私を作ってくれて、神との関係の中で神に愛されている。今日皆さん越谷であなたとお会いできて大変嬉しいです。神はあなたを愛しておられます。越谷の皆さん、今日皆さんとの一期一会嬉しく思います。立ち止まってくださり、また心開いてくださって、私たちが今日伝えるその意図は、縦の意図は神と私の関係、横の意図は私たちの関係。神はあなたを、私を愛しておられる。そしてキリストはこう言われました。私があなたを愛したように互いに愛し合いなさい。あなたのために死んだ人も、あなたのために死んだ人がいる。あなたのために死んだ人がいる。すべてのおまみ救うた
愛されています。皆さんは作られた存在、作品だ、単なる進化して今のあなたがあるんではない、今のあなたであるように神が作られた。こんばんは。今日は暖かくて過ごしやすいですね。どうぞお気をつけてください。越谷の駅の前、イエスはここにおられる。越谷のあなたに声をかけられる。越谷の駅の前、イエスはここにおられる。越谷のあなたに声をかけられる。
日本人も世界の人も DNA を遡っていくならば、一人の人に到達するんですよね。それは神が初めに作られたアダムとイブ。しかし、そういうことを聞いたことがないかもしれません。学校の教科書では神がいないことを信じる進化論に基づいて教えられただろうと思います。進化論とは何でしょうか。仮説です。もし神がいないとしたらどうだっただろう。46億年前、それを見た人はいません。また聖書には違うことが書かれています。約6000年前、神が人を作られた。そして私たちはその一人の人の子孫なんだ。ですから皆さん、越谷の皆さん、あなたと私は遠い親戚なんですね。つながってるんです。日本船舶振興会の笹川会長は人類皆兄弟と言いました。まあ、おそらくこれは聖書から取ったその言葉だろうと思います。世の中、聖書を知らず知らずにして多くの人が影響を受けている。例えば豚に真珠、あるいは目から鱗、そして羊の中に羊の皮をかぶった狼皆様、あなたは神によって作られた存在である。そう聖書は語ります。だから素晴らしいんです。あなたは愛されています。ファミリー、ファミリー、君はファミリー、イエス我らの主、喜ぶ1ヶ月1回、東京から、またこの地元から、この越谷駅に集まって、このような街頭演説と、またストリートライブを通してイエス・キリストの愛を伝えています。ミノモンタがかつてテレビに頻繁に出てる時にこう言ったんですね。歴史って英語で何て言うかっていうと、ヒストリーって言いますよね。ヒストリーっていうのは実はヒズストーリーから来ている。そしてそのヒズとはイエス・キリストのことなんですよねって、こうなんか神妙な面持ちでね、ミノモンタがテレビで喋ってたことを思い出しますけど、皆さん、この歴史を作られたお方、イエス・キリスト、西暦元年、今から2021年前、イエス・キリストはこの地上に来られた。去年2020年は皆さんご承知のようにコロナウイルス、パンデミックの年でしたね。こんばんは。そして今年は2度目の緊急事態宣言が発出されております。まあ、このような中でオリンピックやパラリンピックがどうなるのか、また先般アメリカ大統領選挙のその結果をめぐって、上下両院、その議事場において悲惨な事件が起こった。ある人はこれはトランプの責任なんだ、ある人は今まであった分断なんだ、ある人はトランプ、反トランプ側の人の、よろしくお願いします。わかりません。
歴史は変わる動く。2021年、コロナによっての影響もあるでしょう。またアメリカが変わる。そして皆さん、アメリカが変わるってことは日本も変わるんですよ。アメリカに起こることは数年から10年以内に大体日本で起こるんですよね。かつて私は車免許取った頃、マニュアルの車に乗ってました。そしてアメリカに行ったんですよね。ハワイとかアメリカ行ったらもうほとんどオートマチック。遅れてる日本もはマニュアルの方がかっこいいのにな、アメリカはみんなオートマだまあそう思ってたらね、もう日本もそのアメリカの流れ影響を受けてしまった。まあオートマの方が今はね、早かったり、楽だったりね。皆さん変わろうとしている。しかしそのような中で多くの人が迷っている。不安。皆さんの人生の中で確かなもの、相対ではなくて絶対を持っていますか？相対っていうのは、あの人に比べて私はマシだ、あの人に比べてまだ私はいい人間だ、いや、あるいはあの人に比べて私はダメだ。皆さん、それだけでこの世界生きていけません。絶対。それは人間を作り、そして支え、歴史を導いてこられたヒズストーリーのヒズ、イエス・キリスト、このお方を知る、このお方と生きていく。今お店が出されていて、今日は何が売られているのか、先月は大福でしたけど、まだ焼き栗、あ、栗ですね。まあ食べたいですね、よく売れますように。まあ、もし栗を開けてみてね、実が入ってなかったらちょっと物足んないですよね。それと同じように、神を信じない人は物足んないんです。それを罪と言います。罪の支払う報酬は死である。しかしイエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられる。皆さん、今日あなたにお勧めします。キリストを信じ、永遠の命を得てください。永遠の命とはイエス・キリストを信じることなんです。そうして、もしあなたがキリストと出会うならば、一緒にこの歌を歌おうでしょう。我らの主に向かって、我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。イエスは主、イエス、イエスは主、イエス。この賛美持って褒め称えよう。主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。イエスは主、主、イエス。この賛美持って褒め称えよう。イエスは、おイエス、イエスは、おイエス。この賛美持って褒め称えよう。この賛美持って褒め。越谷の皆さん、こんばんは。ロボーデンのネットワークです。本日ストリートライブ、ゴスペル、そして聖書演説通して皆さんにイエス・キリストの愛を伝えに来ました。温かい
もう春が来たんじゃないかというようなそんな一日でしたけれど、まだまだ寒さの厳しさはこれから続きます。そして乾燥し、この寒い季節というのはコロナが死なないんですね。そして感染しやすい状況だ、心配だ。皆さん、コロナウイルス怖いですよね。私の教会のホームページを作ってた時に、そこに写真を入れたんですね。2人のマスクをしてる人の写真を入れて、そして3つ目を入れようとした時に、あのコロナのあの形が書いたその写真を入れたんですね。そしたらね、それ見たら、これやばい、これ見たら教会行きたくない、まあ、そんな気持ちになったんですよね。ですからコロナってね、なんかそれだけ人にネガティブなイメージを与える。しかし皆さん、コロナは何でしょうか、まあ、これを含めて神が作られたものです。そしてコロナウイルスって見えないんですよね。見えないからいいんですよ、見る必要ないよって。もしここにコロナが見えてね、そしてうようよしてたらね、ああやばいやばい、いや避ければいいんですけど、しかしですね、見えない、見えなくていいよ、恐れなくていいよ、私に信頼しなさい、皆さんを守り、私たちを愛しておられる方がいる。皆さん、人となった神イエス・キリスト、その方を紹介に来ました。イエスは勝利をすでに取られた。イエスは、イエスは勝利をすでに取られた。こんにちは。お元気ですか？ありがとうございます。キリストは私たち人間を苦しめるもの、罪の力、死の力、病、コロナを消滅させたお方。皆さん信頼してください、まあ、コロナウイルス誰でもかかり得る、そのような病です。私たちはコロナを選ばなくても、コロナの方は人を選ばない。そして誰でも感染する可能性がある。皆さん、そのような中で私たちは恐れたってしょうがない、警戒するとともに神を信じ、また神に信頼するしかないんですよね。今日皆さんに、目に見えないあなたが、目に見えないコロナを信じるなら、目に見えない神を信じてください。そしてこの方はコロナよりも強い、そしてあなたを愛している。神はあなたを愛しています。グロリゴリハレルヤ。
人生の中で平和、それ求めるんじゃないかと思います。平和というのは2つの概念があります。戦いが終わってやってくる平和、もう一つは戦いの最中にあっても神との関係が平和となり、戦いはあるんです、でもそれでも平安がある、安らぎがある。私たちは悩みのない人を探そうと思ったら、おそらくこの越谷の駅には見つかりません。楽しそうな、一番幸せそうな顔をしている人でさえも悩んでるんですよね。まあ、その悩んでない人を探す、そしたら墓場に行くしかないですね。つまり生きている限り人は悩むんだ。でも目に見えない神を信じ、この方との平安、これをですねシャロームって言うんですね。ヘブライ語でシャロームはおはようございます、こんにちは、こんばんは、あなたに平安があるように、まあ何にでも使えるご挨拶です。もしユダヤ人と会ったらシャロームって言ってみてください。シャロームシャロームまた会う日まで、シャロームシャロームキリストはあなたを愛しています、あなたは愛されています、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は食事が入ってるんだろうと思うんですね。食事は必要だ、食事は楽しい、まあ、しかしステイホーム、今先般出された緊急事態宣言によって会食が制限され、まあ、それをおっしゃってくださった菅総理は少し前会食で随分非難された、そういうことがありましたね。
まあ、人というのはですね、自分に甘く人に厳しい、そういうことがある。つまりダブルスタンダードというものを持ってるんですよね。自分には甘いんです、同じことをしても。でも人がそれをやると厳しくなっちゃう。バイデン新政権に移行しようとしているそのような中で、今中国がですね、アメリカの政権が崩壊している、政治体制が崩壊している、そのような非難をしたんですよね。でその矢先で、実は中国はですね、香港の民主化を壊してるんですよね。つまり越谷アメリカの話したんで越谷の話でした、まあ、とにかくですね、中国はこのアメリカの大混乱に乗じて、香港の民主化運動をした若者たちをはじめ、多くの人たちを逮捕する、まあ、そのようなですね、中国は自分たちの共産主義に対してはものすごく甘く、人にはアメリカには敵視して攻めて、まあ、これはですね、中国の問題だけではありません。ダブルスタンダード、人はみんな自分に甘く人に厳しい。なぜ？それは神から離れている罪人だからです。今日、人は素晴らしい、でも人は神から離れている、そのような状態の中で、人となった神イエス・キリストが2021年前この地上に来られ、そして私たちを救いに来てくださった。皆さん、それがクリスマスであり、それが今日あなたに起こるんです。もしあなたが神を心を開くならば、あなたは救われます。神はあなたを愛しています。私たちもこの神を愛し信じましょう。 I love you、
暖かいです。久しぶりに何かこう春がやってきたかのような、まあ、しかしですね、春の季節になると三寒四温といいますね、暖かい寒い暖かい寒い暖かい寒い、やがて暖かくなっていく、まあ、そのような繰り返しです。日本全国で豪雪が吹く降る、高速道路で立ち往生する、命が失われることがある。まあ東京や埼玉、あまり雪を見たことのない人たちは雪を見るとね、はしゃいでしまうんですね。ここ2年、私はコロナでスキーに行けてませんけどね、雪が大好きなんですよね。雪ってね、降るとどんなに汚くても一面真っ白になるんですよね。ザ・バイブル聖書をこう語ります。ヒソープを持って私を清めてください、私は清くなるでしょう。私を洗ってください、私は雪よりも白くなるでしょう。皆さん、イエス・キリストが流されたその血、皆さん、血とは命、その血を流されたのは約2000年前、十字架の上です。あなたを救うためにキリストは死んでくださった。十字架はあなたへの愛です。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたのために十字架で死なれました。あなたは愛されています。すべてに感謝しよう、我が主に賛美と喜び持って、声高らかに褒める歌を、ハレルヤ、賛美主ハレルヤ、賛美主ハレルヤ、この楽器は初めて外で演奏するのでちょっと慣れてない、タッチレスポンスってね、ちょっとこう軽く触ると軽く、強く弾くとポーンと出るんですよね。だからその境目が分かんなくて急に大きくなったり、まあ慣れないとですね、なかなかうまくいかないことがあります。皆さん、あなたの人生も今まで神抜きで生きてきたんではないでしょうか。それが慣れている。しかし、いきなり神があると言われて
目に見えないコロナがあるように、目に見えない神がおられる。皆さん、なかなか慣れないこと、新しいことは年を取れば取るほどしたくないかもしれません。しかし皆さん、2021年間違いなく変わりますよ。この日本が変わっていく、世界が変わっていく。しかしそのような中で、変えちゃいけないものとともに、私たちは変わっていかなきゃいけない。ニューノーマル、アフターコロナって言いますよね。しかしそんな言葉で想像できないほど変わるんです。皆さん、何が変わっても変わることがない、神を信じ、神と共に歩んでいくことが大切だと思います。神はあなたを愛しています。愛されています。この方がいれば十分です。主よ、あなたの キリストは確かにこの歴史の中で一度来られました。2021年前です。しかし再び目に見える形でキリストは戻ってこられる。セカンドカミング、2回目に来られる。再臨と言います。あなたはこのキリストが来られる前に願くは、今心を開き、ハートを開き、キリストを迎えませんか。キリストはこう言っておられます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとへ来なさい。私があなたを休ませてあげよう。知らない人といきなりお話しするって緊張しますよね。例えばお見合いでですね、全然知らない、紹介されてですね、こんにちはとか言ってですね、固くなっちゃって、正座して足がしびれてですね、トイレ行きますっていう時にちょっと転んじゃったりとかですね。知らない人と喋るのは緊張します。神様がいるって言われてもですね、私知らないもん。そんな方にどうやって声かけたらいいの。キリストの方がこう言ってるんですね。すべて疲れた人、重荷負ってる人は私のもとへ来なさい。私があなたを休ませてあげよう。皆さん、勇気を出してこの方に心開きませんか。勇気を出して歩き始めよう。君を愛するイエスがいるから、君を愛
して歩き始めよう。君を愛するイエスがいるから。勇気を出して、君を愛するイエスがいるから。イエスが愛したい、イエスが愛したように私たちを愛し合う。その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ。イエスが愛したように私たちも愛し合う。人が友のため命を捨てる。ほどの愛はない。共に支え合い、共に助け合う。イエスの愛で、おめでとうございます。共に祈り合い、共に笑い合う。イエスの愛の中、越谷駅東口西口、この通路出口で歩いて家路を急いでおられる皆さん、皆さん、お勤めお疲れ様でした。今日イエス・キリストという方をご紹介いたします。キリストは私たちを作られた神の一人子、イエス・キリスト。この方はあなたの救い主です。コロナを救い、経済を救い、人間関係から救い、そして最大の救いはあなたの命を救います。永遠の命を与えます。神はその一人子をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神の祝福がありますように。 God bless you. God bless you. 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ、イエス・キリストあなたを愛しています。私は祈ります。 God bless you.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  こんばんは。イエス・キリストはあなたを愛しています。上に注がれますように。
いつでも神様が共におられますように私は祈ります。イエス・キリストあなたを愛してます。皆さんに神の祝福がありますように。越谷の皆さん、本日私たち2時間の予定でこの場所でストリートライブ、また街頭演説を行っておりますが、ここで一旦休憩を入れます。そしてまた後ほど続けます。今日皆さん、永遠のベストセラー、とりわけ現在6000億冊近くが発行されて配られて、そして読まれている世界の圧倒的なベストセラー、まあ、ギネスにもちゃんと登録されています、ザ・バイブル、日本語で聖書。今日これをですね、皆さんに無料でプレゼントしたいです。よかったらどうぞ受け取ってください。これはですね、一つの宗教の書物じゃないんです。あなたを作った全世界の神の愛の言葉、あなたは愛されています。今日皆さんにそんなことをお勧めして、イエス様を信じてください、救われます。そのことを皆さんにお勧めして、この辺で一旦休憩に入ります。また後ほどお会いしましょう。ありがとうございます。ちょっとコメントもらっていいですか？忘れてた。ちょっとあ、それ取らないと止められないから。そう、止まんないです。やべ、はまっちゃう。